気づいたらバリバリうわーって駅で気が付いて。最後外しちゃったっていうので本当であればもう 4-0 ぐらいにはできた試合かなとは思うんですけれども、でも今日の一番の勝因の大きな勝因としてはですね、まあ、前半後半早い時間で点が取れたというのはもちろんありますが、それよりも何よりもやっぱりあのバレーに仕事をさせなかったのが一番大きかったなんかだったかなと思ってます。あの今日の広瀬さんがコンタクトについては取らない審判だったんで、甲府 のバレーの当てるボールっていうのを全部封じられたっていうのはすごく大きかったなと思うんですよ。中澤とファビオの仕事っていうのはその意味ではすごく大きかったかなと。細かいミスは多かったんですけど、キックオフから5バックにするような甲府相手にこういう試合ができたっていうことは、これで 0-2 で勝ったっていうことは本当に完勝と言っていい試合だったんじゃないかなと思います。あとですね、この土砂降りの中水たまりもできず、最後土熱に帰れるという点でやっぱりこのスタジアムは素晴らしいスタジアムだと思います。タイフェアらしくものすごいスコールの中の試合でした。そのタイの恩恵を受けてかスコールが降ってる間はもうマリノスはパーフェクトとしか言いようがない試合です。で、そのスコールが収まってきた後だいぶ攻撃が収まってきちゃったんですけども、それは、交代選手を3人使う前と後でチームの全く強いものになってしまって、交代をする前はもう、飲み物で言ったら炭酸が強烈に効いた、軽快な攻撃で交代3人した後は、果物をたっぷり使ったネクターのような重い攻撃っていう形で、それが、是非はどうかっていうのは置いときまして、試合としてはもう完全にパーフェクト、素晴らしい試合だと思います。以上です。いや暑かったです。で試合中大雨が降ったんですけど、まあそのおかげで、まあ、前半7分に点が取れたおかげっていうのもあって、まあ納涼気分で、まあ、横浜スタジアムのゆずを心配しながら、まあ、ゆったり90分を過ごすことができたなと思います。まあ、皆さんも言ってると思うんですけど、やっぱ選手防衛の甲府相手に前半7分でいい形で先制取れたっていうのがもう今日の最大の勝因じゃないでしょうか。やっぱ7分で、ね、点取れれば甲府も83分間前出てこなきゃいけなくなるわけで、まあ、そしたらこうなりますよねといった、まあ、ある意味ちょっと厳しい言い方をすれば当然の結果かなと思ってます。まあ、セカンドステージちょっと目標が立てづらい状況ではあるかと思うのですが、まあ、今のラフィーニャ、デミューソン、ミカド、斎藤学っていうまず4枚の前線を基軸にいいサッカーを作っていってほしいなと思います。暑いです。早く帰りたい。以上。
勝ち点40までは僕内容全く問わないと言ってますので内容は問いません。ただ1個だけ良かったなと思うのは、僕は今日俊介入ってから違うマリノスの今後の形が見えたの思うのかなというふうには思ってます。縦3本、あの攻めがどう今後結実していくのか、もしくは流れを変えるプレイヤーとしてなるのかっていうのは今後のモンバイルス監督次第かなと思います。ようやくこれで突戦楽しみが出てきましたので頑張って突戦行ってきます。以上です。内容通ってるやないか。まあ、苦手だった甲府に、攻撃も守備も非常に高い集中力でいいゲームだったと思います。5バックでスペースがないところをどうやって打開してくるのかなというところで見ていましたけれども、前の3人ですね、ラフィーニャ、デンミューソン、そして斉藤学、この3人のコンビネーションで、まあ、斜め走りあり、横に広がるあり中に絞るありということで、まあ、的を絞らせなかったことが、まあ5バックの破綻を招いたというところで非常にいい先制点が取れました。まあ、2点目は相手のミス絡みでしたけれども、攻撃が高い集中力をずっと続けていたというところで、かすめたゴールというふうに言えると思います。まあ、問題は中村俊輔途中で出てきましたけれども、彼を今後どうやってこの攻撃陣の中に組み込んでいくのかっていうのを今回の勝利で余計にまた難しくなったのかなという気はします。いいプレーはたくさんあったんですけれども、この先どういうふうにしていくのかなというのをまあ楽しみにしながら見たいと思います。何はともあれ連勝できてよかったと思います。はい、久しぶりのホームの勝利ですけれども、まあ、勝ったことももちろんですが、楽しい今シーズンの崩しのサッカーが帰ってきたというのが本当によかったですね。もうどっかんどっかんこうスタンドが湧く、まあ、そういうサッカーになってきたので、また次の試合が楽しみです。一個心配なのは中村大先生のコンディションが相当悪いんだろうなという気がします。守備もそうですし、それからボールを受けるときに足完全に止まってしまっているので前塞がれているという、まあ、多分まあこれコンディションだと思います。そこはちょっと心配です。次の試合また楽しみに、スタジアムに足運びたいと思います。